インドネシア市では、インドネシアの歴史について述べる。大まかに分類しても74の民族が居住する、多民族国家である、インドネシア共和国に、国のまとまりが生まれたのは、比較的新しく、競技のインドネシア市は、第二次世界大戦後の独立時代に過ぎない。そもそも、この地域が初めて一つの政治体によって、統一されたのは、17世紀に建設が始まり20世紀初頭に、 ようやく完成を見たオランダ領東インドの時代が最初であった。この地域での人類の活動は、スンダランドが陸化する以前の更新予の時代にまで遡る。スンダランドとは、表記に陸化していたスンダ陸法のことである。1890年11月末、ジャワ島中部のソロ川上流にあるトリニルの鉱石層でオランダ人グニー、ウジェヌディボアが下顎の骨を発見し、 翌年の秋頃に同じ場所で頭蓋骨を発掘した。さらに翌年、その頭蓋骨の発掘場所から15メートルほど上流で大腿骨を発見した。これらが現在ジャワ原人として知られる直立エンジンの発見だった。リボアの発見後もジャワ島の中部、東部地方を中心に石器と共に原人や旧人の化石人骨が発見され、 旧石器時代にこの地域で人類が活動していたことが確実となった。他にも旧石器時代に生存した人類としてメガントロプスパレオジャパニクス、ピテカントロプスエレクトス、ピテカントロプスソロエンシスなどの原人の化石が文河ソロ川の河川敷一帯で発見されている。紀元前7万年頃から紀元前1万4000年頃にかけての表記にはスンダランドは陸地であった。 インドネシアが現在のような多島海に姿を現すのは約1万年前に起こった海水面の上昇によってそれまでジャワスマトラカリマンタンなどをアジア大陸につないでいたスンダランドが水没してからのことである。紀元前1万2000年頃から紀元前4000年にかけて約8000年間にわたる海面上昇によりスンダランドは海底に没死した。 紀元前2500年から紀元前1500年頃にかけて中国西南地方から移住した民族があり、水道工作を行っていた。後にインドネシアとなる東南アジア島諸部には紀元前2000年期からオーストロネシア語族に属する言葉を話すマレー系の民族が渡り、各島に定着していった。コマタラム王国期のプランバナン主人員。紀元前1世紀の頃からは インド洋を渡って、インドの商人たちが訪れるようになり、ヒンドゥー教の影響を受けた独自の文化が発展し始め、5世紀頃から、ボルネオ島東部にクタイ王国、西部ジャワにタルマヌガラ王国が繁栄し始める。クタイ王国は、インドからマカッサル海峡、フィリピン、中国に抜ける交易ルートに位置していたために、インドからの船が寄港し中継貿易の利で繁栄したと思われる。 535年、クラカタウガ噴火。535年から536年の異常気象現象の原因となった。7世紀に、ジャワ島西部に、スンダ族が、スンダ王国を建国。7世紀から11世紀にかけて、スマトラ島南部パレンバンを本拠とする、シュリービジャヤ王国が、マラッカ海峡を制圧し、南海貿易をコントロールし、仏教文化が栄え繁栄を極めた。 ジャワでは8世紀前用にコマタラム王国とシャイレーンドラ朝が建国された。シャイレーンドラにより8世紀末から9世紀初めにジャワ島の中部に建設されたボロブドゥル寺院は底部の一辺が120メートル、高さ約42メートルという巨大な大乗仏教の石像ストゥーパである。カンボジアやベトナム南部のチャンパ王国まで遠征したという説があるが、もともと インドネシア半島にいたオーストロネシア系の人々を指すとする見解が近年は有力である。コマタラム王国は10世紀初め頃まで続き壮大なヒンドゥー寺院であるプランバナン寺院軍を建設した。929年には東部ジャワにクリリ王国が建国され、交易の利権をめぐってダルマバンシャ王がシリービジャヤの派遣に挑んだが、 結局、1016年にダルマン社が殺害されて、シリービジャヤの勝利に終わった。しかし、1025年に、南インドを支配していた、チョーラ朝のラージェンドラ一世の軍勢の遠征で、シリービジャヤは打撃を受けたことで衰退することになる。マジャパヒト王国の最初、ガジャマダのテラコッタマスク。その後、ジャワでは、1222年に、ケンアロクによって、シンガサリアザが建国された。 最後の王クルタながらの時、モンゴル帝国、艦長の使者が来たが、その顔に入れ墨を入れて送り返したので、元の大藩、皇帝クビライは報復として、大軍を派遣した。ジャワ島は、元の遠征で被害を受けたが、やがて元軍を撃退したラデン・ウィジャヤが1292年に、マジャパヒト王国を建国した。マジャパヒトは、明細将、 ガジャマダのもと、14世紀から15世紀にかけて繁栄した。1365年に完成させた小ジャワ語のイン,ブンジョジシ、デイシャワルナナディーソアーナナは、ジャワ島東部を本拠として、今日のほぼ、インドネシア全域、フィリピンの一部やマレーシアを含めた広大な半島を支配したとする。これは、誌書の筆法に過ぎず、それぞれの地域に一時的に影響力を行使した可能性は残るものの、 これらの領域を同時に支配したわけではない。東南アジアの小王朝でイスラームの需要が始まるのは13世紀末頃のスマトラ島北部においてであり、その中心地はパサイ王国だった。これに先立ってすでに11世紀頃にはムスリム商人の往来が始まっており、彼らは現地の支配者層と密接な関係を築いていた。ヒンドゥー教国だったマジャパヒト王国では、 その末期に、王、クルタウィジャヤが、チャンパから、ムスリムの皇師を、息子のブラウィジャヤの日に迎え、また、国内ではイスラームへの改修を容認した。15世紀に、マジャパヒト王国を訪れた、民の定和は、雲南出身のムスリム中国人であった。クルタウィジャヤは、ムスリムの経済力に立ち打ちできず、王朝の権威は低下したが、イスラーム化はしなかった。 ジャワ島におけるイスラーム国家成立の歴史は15世紀末に建国されたドゥマク王国に始まる。ドゥマク王国は1478年にマジャパヒト王国のブラウィジャヤ王に総主権を認めさせた。また、ジャワ北岸のイスラム化した公主国家もマジャパヒトから離反し内陸部に勢力を持つマジャパヒト王国は海岸に面した良好を持つ北岸の諸国への 影響力を失った。ドゥマク王国は16世紀前半にマジャパヒト王国を倒してジャワ島で最初のイスラーム国家になった。ジャワ島西部でもドゥマク王国の支援を受けたバンテン王国がイスラームを受容し、ジャワ島全域でイスラームが浸透していった。ジャワ島で活発な布教活動を行ったのはワリサンガと言われるスーフィー聖者たちであり、彼らは ジャワ島の各地にプサントレンを作って、そこを拠点にジャワ人指定を教育し、民衆レベルでのイスラーム神道に積極的な役割を果たした。スマトラ島では15世紀末にはすでに独立していたアチェ王国がイスラーム化しており、この海域での交易の中心地として発展を遂げた。また16世紀前半にはマラッカ海峡に面するスマトラ島岸のほとんどの 孔子がイスラームに改宗していた。詳細は、オランダ領東、インド及びジャワ島を参照16世紀になると大航海時代のヨーロッパ勢力が、公信領貿易の利益を求めてこの地域に現れるようになった。1602年、オランダ東インド会社がジャワ島に進出し、オランダによる植民地化の時代が始まる。オランダ人たちは全世紀にこの地域に到達していた。 ポルトガルや同じ時期にやってきた競争相手のイギリスを追いやって、この地域における主導権を握り、長い時間をかけて次第に支配地を現在のインドネシアの領域全体へと拡大していった。マタラム王国の分割その拠点として1619年に制圧されたのがバンテン王国の首都ジャカルタであり、オランダ人はこの街をバタビアと改名した。 1660年より、オランダ東インド会社は、スラウェシ島のマカスサル西海岸で、ゴワ王国との戦争に突入し、1669年に、スラウェシ島支配に関するボンガや条約が締結された。1665年から1667年に、かけての第二次英乱戦争で、バンダ諸島のランジマとニューネーデルランと植民地の、 ニューアムステルダムの自治権と交換して獲得し、香辛料貿易の独占を図った。イギリスはすでに趣旨を持ち出しており、1815年頃からモーリシャスやグレナダなどでプランテーションを開始すると、香辛料はありあふれた商品となって、バンダ諸島の価値は相対的に下がっていくことになった。18世紀には3時にわたる、ジャワ継承戦争と、佳強虐殺事件によって、 マタラム王国が4分割されて、オランダ東インド会社の保護下に組み入れられると、ジャワ島全域がその支配下に置かれた。1825年には、スルタン家のディボヌゴロがオランダへの反乱を起こすが、1830年に鎮圧されている。19世紀に入ると、ナポレオン戦争によるオランダ本国の混乱もあって一時支配力が弱まるが、 オランダ東インド会社が解散されて、オランダ本国による植民地直接統治が始まり、オランダ人によるプランテーション経営が広まって、経済的な搾取は強まっていった。1815年5月5日、スンバワ島のタンボラ山が噴火。翌年、夏のない年と呼ばれる異常気象に見舞われた。パドリ戦争、1824年に英乱協約を締結したが、 この条約がアチェ戦争の同化戦となり、オランダが勝利して、スマトラ島の支配権も確立し、ポルトガル領ティモールを除き東インド諸島はすべて、オランダ領とするのは20世紀に入ってからとなった。1883年8月26日、クラカタウが噴火。詳細は、インドネシア民族主義運動の展開及び、EEN、インドネシアンナショナルアウェイクニングを、 参照20世紀初頭にオランダは従来の植民地政策を転換し、現地住民の福祉向上と本国から植民地政府へ権限移譲を進める方針を取った。前時代の純益政策によって植民地からオランダ本国に莫大な富がもたらされた一方で、過酷な搾取と不民化政策の下で現地住民による初頭教育の機会や産業の復興が制限され、 その結果、植民地の現地住民の窮防化が進んだことを反省し、これまでより多くの恩恵を現地住民にもたらすことで、植民地における経済の復興を目指すという意図で、始められたのが、倫理政策と総称される一連の施策である。これによって、現地住民には、初等教育の機会が与えられ、また、親、オランダ的な一部の住民エリートの指定には、 オランダ語での専門教育の機会も与えられた。彼らの多くは植民地政府の末端を担う仮想行政官や現地住民の福祉工場を担う医師となってオランダ人の下で植民地統治の運営の一翼を担った。しかし、これらの一部の親、オランダ的なエリートを除く現地住民はその後も初等教育以上のものを受ける機会は与えられなかった。 そのようにしてオランダ語で教育され、東、インドに創設された大学や留学を許された、オランダ本国の大学で学んだ、親、オランダ的な一部の学生たちの中から、民族の独立を志す、者たちが現れた。その最初期には、ジャワの医学校で学ぶ学生たちを中心に、1908年に結成されたブディウトモのように、教育を通じて、ジャワ人の社会的地位を向上させようという、 恩恵な活動が始められた。また創始国オランダでも東インド出身の学生たちが東インド協会を結成し、出身地方の枠を超えた東インドの民族的一体感に目覚めていった。1911年に結成されたサレカットイスラームは、当初は中国革命の進展によって、東インドでの商業活動をにわかに活発化させた佳境商人に対抗して、 ジャワのバティック商人が結成したものであったが、組織の主導権が商人層からオランダ語で教育を受けた知識人層に移ると、ジャワ島外にまで支部を結成して、東インド全体に広がる最初の大衆組織となった。サレカットイスラームの指導者直ロアミノトは、各地で集会を催し、熱気のこもった演説とカリスマ性で熱狂的な人気を博した。第一次世界大戦を経て、 サレカットイスラアームの会員数は200万人を超え、独立と社会主義を掲げるようになった。このように組織の性格が変わった要因として、ロシア革命の成功も挙げられよう。1920年には、アジア初の共産党として、インドネシア共産党が成立し、コミンテルンに加盟した。インドネシア共産党は原住民党員をサレカットイスラアームに加入させ、その組織内部で、 共産党の影響力を強めていくという方針を立てた。その結果、サレカットイスラーム内の主流派と共産派の対立が激化し、民族主義運動の潮流は分裂し、大衆の運動離れを招いた。サレカットイスラームから排除されたインドネシア共産党は、その地方支部が1926年から1927年にかけて散発的に起こした武装放棄によって、 植民地政府による弾圧を招いた。党の指導者は海外へ逃亡するか、東、インドに潜伏するなどしたため、以後の民族主義運動は、スカルノラが1927年に結成した、インドネシア国民党など、世俗主義を掲げる民族主義団体によって担われていくことになった。戦前のインドネシア民族主義運動の頂点となったのは、 1928年10月27日に開催されたインドネシア青年会議における青年の誓い採択だった。我々、インドネシア青年男女は、インドネシア国というただ一つの祖国を持つことを確認します。我々、インドネシア青年男女は、インドネシア民族というただ一つの民族であることを確認します。我々、インドネシア青年男女は、 インドネシア語という統一言語を使用します。ここに、至って独立を求める人々は、オランダ領東インドの国名として、インドネシアの名を選び取り、この地域に住む様々な民族をインドネシア人として統一し、独立を達成するという決意を内外に示したのである。詳細は、日本占領時期のインドネシア及び EN、Japanese c c u p a t オキペーションオブザダッチイーストインディーズを参照。 乱印作戦も三照太平洋戦争最中の1942年2月、日本軍の侵攻によって、オランダの植民地支配は崩壊した。東、インドを占領した日本は、日本陸軍の今村人市中将により、全域を軍政支配下に置いた。石油をはじめとする天然資源の確保のため、軍政に現地住民の協力を取り付ける必要があったことも、 あり、今村中将による軍政下では、インドネシア人に対する緩和政策を基本とし、大東は政略指導大綱に基づき東、インドを大日本帝国領土とすることが決定された。そのため、オランダによって捕らえられ、流刑先にあったスカルノやハッタラの民族主義運動の指導者を解放し、またナフダトゥルーラマーなど、イスラーム継承団体の宗教指導者らに協力を、 要請し彼らの指導力を利用して、物的、人的資源の調達を図ろうとした。一方の民族主義運動の指導者たちも、軍政当局によって与えられた地位を活用して、民衆に語りかけ、その民族意識を鼓舞した。そうした活動によって、スカルノラは、民族の指導者としての地位を確立していった。これに合わせて日本は、オランダ支配下で迫害されていたイスラム教の存在を、 認め、イスラム教徒による活動を自由化したほか、オランダが行っていたオランダ語による初等教育、高等教育に代わって、インドネシア語と日本語による教育を行った。1942年4月、日本は、それまでオランダ領東、インドで設置されていた人種別の複数種類の第一新裁判所の内地方裁判所のみを残して一本化し、他は廃止した。 欧州人専用の訴訟法も無効となった。また、軍政当局は東、インドにおける兵力不足を解消するために、兵法や郷土防衛義勇軍を設立して、現地住民の指定たちに軍事教練を施した。その訓練は過熱を極めたが、これらの軍事教育を受けた青年たちが、 次の独立戦争でオランダと戦うインドネシアの軍事組織の商工団を形成していくことになった。インパール作戦の失敗によって戦況が悪化すると日本はインドネシアの独立を認める方針に変更した。それまでは大東亜会議にインドネシア代表を招かないなど帝国領土への編入を前提とした方針をとっていたが1944年9月には インドネシア国旗の形容と国家の政章を解禁した他、1945年3月には独立準備委員会を発足させた。同委員会は、同年8月19日にスカルノと張ったラジマンによって独立宣言するという方針を決定し、軍政当局や日本政府もこれを承認した。詳細は、インドネシア独立戦争を参照しかし、 1945年8月15日に日本がオランダを含む連合国軍に降伏し、念願の独立が保護になることを恐れたスカルノラ民族主義者は同月17日にジャカルタのプガンサンティムール通り56番地のスカルノ邸の前でインドネシア独立を宣言し、スカルノが大統領に選出された。独立宣言は他民族によるインドネシアの民族及び国に対する あらゆる形の植民地支配から独立し、自由になることの声明であった。1945年8月18日、インドネシアは憲法を制定、交付、施行し、その経過規定第2条において、日本軍政紀に有効であった、法制度は引き続き有効である旨規定された。言い換えると、日本軍の侵攻前のオランダ領東インドの法制度に戻ることはなかった。 しかしオランダは、この独立宣言とスカルノの大統領就任を、無効とし、独立を目指すスカルノや、ハッタラの民族主義者やブンとモラの軍人と、日本軍の武装解除を行ったイギリス軍、及び、植民地支配再開を願って戻ってきたオランダ軍の間で4年にわたってインドネシア独立戦争が展開された。戦前のオランダによる春列な搾取を排除し、独立を目指す、 人々の繊維は高く、刀剣、竹槍、金棒、毒や罠などの武器のほか、降伏後に日本軍が去って、オランダやイギリスの管理下に置かれた兵器庫から奪ったり、降伏を潔しとしない、日本軍人の一部が横流しした武器、弾薬で武装し、様々な手段で連合軍を苦しめた。なお独立派には日本軍政下で独立派への軍事協連を、 行っていた日本軍人が2000人加わり、訓練や教育、専務に活躍し、その半数は戦死した者の,の戦闘に参加した者も,もいた。この戦争の結果、疲弊消耗の極に達したオランダ軍は、ようやく再植民地化を諦め、1949年12月国連の圧戦でデンハーグで行われたオランダ。インドネシア円卓会議によりオランダは、正式に、 インドネシア連邦共和国独立を承認した。インドネシア連邦共和国1949年12月27日、ハーグ協定の署名式が行われ、この日に主権はオランダからインドネシア連邦共和国に移譲された。この連邦共和国は16の国、自治地域から構成され、各構成国、自治地域は以下の通りである。インドネシア共和国、東インドネシア国、 カスンダン国、東ジャワ国、マドゥラ国、東スマトラ国、南スマトラ国、中部ジャワ自治国、バンカ自治国、ビリトン自治国、リアウ自治国、西カリマンタン特別地域、大ダヤク自治国、バンジャル地域、東南カリマンタン、東カリマンタン。そのうちインドネシア共和国は、ジャワの約半分とスマトラの大部分を有し、人口でも、 連邦共和国全体で4600万人のうち3100万人を占めていた。インドネシア共和国以外の構成国の多くは独立戦争の最中にオランダが自ら降りつるために現地支配者層と結んで作った傀儡国家であった。しかし独立戦争末期にはこれらの諸国でもオランダ離れが進んでおり政治指導者たちの間でも オランダよりもインドネシア共和国と協調した方が現実的であると考えられるようになっていた。自治国の一つだったパスンダン国のバンドンで、元ライン軍対ウェステルリンクの紙幣リージェン、バンラトゥアディルが破壊活動を行うなどの逆行する流れもあったが、1950年1月、このパスンダン国は解散し、共和国に合流した。同年3月には、 他の11国がこれに習い、最終的には、同年8月15日、連邦共和国は解散されて、残りの国も含めた、単一のインドネシア共和国が発足した。同日に、インドネシア共和国暫定憲法を交付、施行し、議会制民主主義の下で国政を運営していくことになった。なお、ハーク協定によって、インドネシア連邦共和国とオランダは、 オランダ女王を主張とするオランダ・インドネシア連合を形成すると規定されていたが、1951年1月にはインドネシア国民党をはじめとする諸政党が連合破棄を求め、1954年8月、このオランダとの連合国家の解消が宣言された。1956年にはハーグ協定を正式に破棄して西側に属するオランダと決別し、 非同盟中立国家として歩むことを目指した。さらに1957年12月には植民地時代から蓄え続けていた自らの利権を死守すべくインドネシア国内に残っていたオランダ人を追放した。インドネシアはオランダによる地域の統合をそのまま引き継いだため民族や文化に統一的なアイデンティティを求めることは難しかった。 1955年9月29日に実施されたインドネシアでの国民議会議員選出の最初の総選挙には様々な支持母体を持つ政党が参加し3900万人以上のインドネシア国民が投票を行った。その結果はインドネシア国民党マシュミニューナフダトゥル・ウラマー党インドネシア共産党の4大政党が票を分け合い複雑な政治的対抗軸を形成した。 民族、宗教、イデオロギーをことにする政党同士に妥協の余地は少なく、議会は空転し、この時期の内閣はいずれも短命に終わった。また、独立戦争期を通して、行政や国軍の内部では、権力の分散化が進み、中央政府あるいは、軍中枢からの統制は、必ずしも地方に及んでいなかった。イスラーム国家の樹立を目指すアチェ州のダウド・ブルエの、 反乱は独立戦争の最中から1965年まで続き、西ジャワのセカルマジマリージャンカルトスイルヨノダルル、イスラーム運動、南スラウェッシュ州のカハルムザカルの反乱、そして1956年から1958年まで続いた西スマトラのプルメスタの反乱など、インドネシアは国家分裂の危機に瀕していた。この当時のスカルノは1955年に、 開催された第一回アジアアフリカ会議を主催するなど国際政治の場面では非同盟諸国のリーダーとして脚光を浴びていたが国内政治においては大統領に強大な権限を与えない1950年憲法の下でリーダーシップを発揮できない状態にあった議会制民主主義の機能不全や政党政治家たちの腐敗を目の当たりにしてスカルノは 国軍司令官スディルマンの協力を得て、1959年7月、政権議会の解散と、大統領に強大な権限を与える1945年憲法への復帰を宣言した、スカルノ大統領、を、1945年憲法を復活させたスカルノが、自らのリーダーシップを維持しようとしていたこの時期、盛んに唱えていたのが、ナサコムナサコムというスローガンである。これは、 民族主義、宗教、共産主義の核勢力に支持を訴え、挙国一致して国難を乗り切ることを目指すものであった。民族独立の父としての地位、民衆を熱狂させたという弁説の際とカリスマ性を持ちながら、スカルのは自らの特定の支持基盤を持っていなかった。また、独立後から内紛を続けてきたインドネシア国軍は、ナスティオンらによる合理化によって、 組織の求心力を高めることに成功しつつあり、スカルノにとって国軍は政治的脅威を与える存在となっていた。これを牽制するために、スカルノはインドネシア共産党に接近し、その大衆動員力を頼りにした。国軍と共産党は対立関係にあり、スカルノはその両者の調停役として振る舞うことによって、自らのリーダーシップを維持しようとした。 1961年12月、オランダの植民地として維持されていたニューギニア島西部に西イリアン解放作戦として空挺部隊を派遣し、オランダとの戦闘の挙句これを占領した。国際連合の調停の結果停戦し、国連の暫定統治の後、1963年5月、その死政権がインドネシアに移管された。この併合に反対する自由パクア運動や EN。 ナショナルコミッティフォー・ウエストパプアがインドネシア政府に反旗を翻しパプア紛争が起こった。また、1963年にマラヤ連邦が北ボルネをイギリスから譲り受けてマレーシアが建国されるとスカルノはこれをイギリスによる新植民地主義の現れであると非難し対決政策を宣言した。インドネシアはマレーシア紛争をスローガンに掲げて マレーシア領へ侵入するなど一触即発の事態となった。翌年に領有を主張するフィリピンも含めた3者が東京で会談するなどの外交的解決が模索されたが最終的に現状維持で決着するには後日のスハルトの政権掌握を待たなければならなかった。この対決政策によってインドネシアはアメリカ合衆国と IMF からの経済援助を停止され、 国際社会から孤立していった。スカルノは急速に中国に接近する。1965年1月7日、国連を脱退した。1965年の独立記念日には、世界銀行と IMF からの脱退も宣言した。そのようにして、対外政策が進んでいる間にも、インドネシア国内の経済状態は悪化し、インフレによる物資高騰は、 民衆の生活を苦しめた。詳細は9月30日事件を3小6将軍の葬儀に出席するスハルとこうした状況に国軍主流派や一部の政党政治家、経済テクノクラートらは危機感を強め、スカルノと共産党に対する不満が高まっていった。このように緊張した政治環境の中で発生したのが9月30日事件だった。この事件は 1965年9月30日深夜から翌未明にかけて共産党審判の国軍部隊と共産党参加の組織が国軍幹部の6将軍を殺害したことに橋を発する陸軍戦略予備軍司令官だったスハルトがこれをすぐに鎮圧したためサハ勢力による政権奪取は失敗しクーデター未遂事件として終わった共産党に肩入れしていたスカルノは苦しい立場に 追い込まれ、事態を回復するための一切の権限をスハルトに与えることになった。これを受けてスハルトは、共産党員及びその審判を殺害、拘束し、国内の左派勢力を物理的に解体した。東南アジアで最大規模を誇ったインドネシア共産党が壊滅したことは、国内政治のみならず、冷戦期における、この地域の勢力図を一変させた。 1966年9月にインドネシアは国連に復帰した。その後、スカルノは事件への関与を疑われる厳しい立場に追い込まれ、国軍が先導するファンスカルノの民主運動によって辞任への圧力を受けた。1967年3月、スカルノは終身大統領の地位を剥奪された。スハルトの大統領就任式1968年3月、スハルトが 第二代大,大統領に就任した。スハルトは、スカルノ政権の外交路線を覆し、反響の姿勢を明らかにして、西側諸国に接近、規制緩和と解放経済体制を胸とする、経済再建策を打ち出した。スカルノ体制から引き継いだ、累積債務の処理について検討する IGGI が1966年に結成され、以後、この再建国グループと、 世界銀行を中心として、インドネシアへの経済援助を討議する枠組みが形成された。1967年2月に IMF へ再加盟、同年4月には世界銀行にも再加盟した。インドネシア共産党をはじめとする国内の左派勢力を一掃し、スカルノと同様に大統領に強大な権限を付与する1945年憲法体制を、 引き継いがスハルトであったが、政権初期には政治的ライバルが少なくなかった。国軍内部にはなおもスカルノハ将校が存続しており、これらの将校を左遷したり粛清したりしつつ、スハルトが国軍を自らの支持母体として確立するのは1969年になってからのことだった。また、スハルトは政権の正当性を内外に示すために1971年に 総選挙を実施することを決定した。この選挙に臨むにあたって、スハルトは1969年に新しい選挙法を制定し、自らの支持母体としてゴルカルを選挙に参加させることにした。1971年7月3日に実施された、選挙はゴルカルの圧勝に終わり、政党勢力の交代を決定づけた。その後、政権のイニシアブによって、既存の諸政党は、 インドネシア民主党か、開発統一党のいずれかに統合されることになり、党としての凝集性を失い、内分の絶えない万年野党としての地位に甘んじるほか、なくなった。このようにしてスハルトは、政権基盤を安定化させることに成功し、安定と秩序のもとで、経済発展を目指す、開発独裁を推し進めていった。司法権の基本制度に関する1970年、 第14号法律により、日本軍政時代に一本化された裁判所の系列は、通常裁判所、宗教裁判所、軍事裁判所、国家行政裁判所の4系列となった。1974年4月に、ポルトガルで、左派政権が成立し、海外植民地の放棄を宣言すると、東ティモールでも、インドネシアとの併合を主張する、ティモール人民民主主義協会を抑えて、 完全独立派の東ティモール独立革命戦線が全土を制圧し、1975年11月28日、東ティモール民主共和国として独立を宣言した。これに、インドネシア政府が武力介入し、東ティモールの併合派を支援して、インドネシアとの併合を宣言させ、1976年7月17日、東ティモールは27番目の州となった。 その後、フレテリンはゲリラ戦に移り、地下活動を継続しながら、東ティモールの独立を目指していくことになった。また、もともと人口の多かったジャワ島とバリ島の人口過密が問題になると、これらの住民をスマトラ島、ボルネオ島、ニューギニア島、モルッカ諸島といった周辺島初への移住、入植を奨励した。 ジャワ島の住民が格闘所へ散らばったことによって、ジャワを中心とする統一したインドネシアの観念が広がったが、入植した各地で元の住民との圧力が生じた。スハルト政権は30年の長きにわたって続いたが、1997年にアジア通貨危機が起こって経済が危機に瀕すると国民の不満が爆発、民主化を求める市民の群れは、 ジャカルタを中心に暴動に発展し、中華街がボートによって破壊されるなど大混乱に陥った。そのためスハルトは1998年に大統領辞任に追い込まれた。詳細は、ユスフ・ハビビを参照スハルトから大統領職を譲られたハビビは民主化を要求する勢力の規制を制する形で、政治犯の釈放、労働組合の合法化、政党設立と活動の自由化、 言論、集会の自由化、などを打ち出した。このように政治的自由化を進めるとともに、それまでの中央集権による地方統治方式も改め、地方政府に大幅な権限を上とする新地方行政法、中央地方財政均衡法を制定した。また、従来地方を抑え込んできた内務省と国軍地方師団による領域管理も改められた。 こうした一連の地方行政改革によって、インドネシアは地方文献化の流れに乗ったが、その一方で、スハルトの強権によって抑えられてきた問題の多がが、次々に外れ、国家の統一が脅かされることにもなった。マルク諸島では、ムスリムとクリスチャンの紛争が虐殺に発展、アチェでは分離運動が激化して国軍が介入し、内戦化、東ティモールでは、 住民同士あるいは住民と国軍の衝突が起き、社会不安はかえって深まった。東ティモールは1999年に住民投票で特別自治権提案が拒否され、独立が事実上決定したが、インドネシア治安当局が反発し、武装勢力を使った破壊工作が行われ、国連平和維持活動の介入を見るに至った。その後、 国連暫定統治を経て2002年に東ティモールは独立した。詳細は、アブドゥルラフマンワヒドを参照1999年、議会の総選挙が行われると、スカルノの長女メガワティが率いる闘争民主党が圧勝し、国民が変革を求めていることが明らかになった。同年秋の議会による大統領選では、イスラム指導者の団体ナフダトゥル・ウラマーの議長、 アブドゥルラフマン・ワヒドが当選し、メガワティは副大統領に収まる。しかし、ワヒド大統領は国民の期待に反して混乱終結に向けてほとんど有効な手を打つことができず、2001年に悲鳴に追い込まれた。代わって就任したメガワティ大統領はアチェに対して戒厳令を敷くなど断固たる態度を取ったが、経済問題に対する無策から国民の信頼を失い、 2004年秋の初の国民直接投票による大統領選挙では国軍出身のユドヨノが大統領に当選した。詳細はスシロバンバン、ユドヨノ参照2004年12月末スマトラ島沖地震が発生して地震と津波によってアチェを中心としたスマトラ島沿岸が壊滅した。国際緊急救援活動が行われたが100年ぶりとも 言われる津波被害は甚大であった。翌2005年に入って、ニアス島沖でも、余震と、おぼしき地震が起こり、再び被害を与えた。ユドヨノはまず地震対策に追われることとなるが、被害が甚大であるはずのアチェには、国際機関が大規模に介入しないよう工作した。8月に、政府は、アチェと和平を結び、アチェ側の武装解除を条件に国軍を撤収させた。 2006年7月23日午後3時22分頃、スラベシ島沖でマグニチュード6.6の地震があった。ありがとうございます。